今日は天王寺にやってきました、なんか集団ストーカーの凱旋があるって聞いてやってきたけど、怪しい街だよな。すいません、集団ストーカーって聞いたことあります？うわ、目つき悪、目つき悪、やってる側のやつら目つき悪、やってるやつら目つき悪。すいません、天王寺公園ってどこにあるんですか？ごめんなさい、すいません。僕ネペンサ TV のやってるんで、もしよかったらフォローして。天王寺公園、あ、ありがとう。向かい側が天王寺公園。優しいな、思っ僕こういう詐欺やいじめをやめよういう活動してるんで、もしよかったらネペンサ TV YouTube。おっちゃんやったな。どっちかか、どっから渡ってんの。こっから上がるしかないんか。悪いやつはほぼ加害者やからな。すいません、集団ストーカーって聞いたことあります？やってる顔やん、性格悪いわ。目つき悪いやつはほぼ加害者やからな。はい、どういうの？あ、すいません。すいません、どういうの？集団ストーカーって知ってますか？一緒。集団ストーカー悪、外国人犯罪やん。やっぱり左翼系にこびてる女、性格悪いな。すいません、天王寺公園ってどこにあります？天王寺公園、あそこですか、下降りて渡ったところです。ここ、はい、あ、ありがとう。誠はさ、こっちは違うな、こっち、
天使場って書かれた。あ、天使場、はい、あそこ渡ってなんです。あ、こっち、はい、あの安倍地下とかで渡ってほんなら天王寺公園に着きますよ。 ありがとう、はい、優しいな、はい、こういう活動してるんで、もしよかったらネペンサ TV で詐欺やいじめをやめように。あ、ちょっとわからない、ね、YouTube でやってる、もしよかったら、はい。左翼悪いな。やっぱ外国行っても解決しねえわけだな。ネペンサ TV よね、もしよかったらフォローしてください。めっちゃどっちかやけどな、もっと遅いやつ。めちゃくちゃ暑いやん。5時ぐらいやったかな。こっちはこれも雨の春って有名なの。僕こういう活動してるんで、集団嫌がらせストーリー。世界中で起こった戦争を見てください。被害者やからここに一遍来てんけど、はい、もう来るまでにも嫌がらせ。こんにちは。僕も一人でこういう活動やってるんですけど、もしよかったらツイッターでフォローしてください。ネペンサいうのでやってる。ネペンサいうのでやってる。今ニコニコ生ライブやってる。あ、出てもいいですかね。ああ、ありがとう。やっぱ優しいな。一国を潰す、集団で、大軍で追い詰める。そんなことが当たり前だ。こういう YouTube で活動やってるんですよ。世界中が来るまでに嫌がらせまたいっぱいある。あれ、これ外国人も絡んでるね。ね、外国人の男に知ってるかよとは知らんって言われて。化学兵器があると言って、ニコニコ生放送ってどこでやってるんですか。ニコニコ生放送。一国を潰す、潰した後は知らんふり。この今起こってるロシアの戦争でも知ってください。そうそう、ね、よろしくお願いします。ロシアの戦争を見ても嘘を偽りっぽくないですか。コロナの報道でも嘘っぽくないですか。レックスのほとんどの人が軽症、無症状を含む、そんな状態でファイザーの説明書に感染予防は評価されてませんし、ファイザーの説明書に書いてるんですよ。 PCR 検査の説明書を見れば、これは感染症を知られているものではありませんで、普通にスマホで調べたら書いてます。そんなことをテレビでは言いませんよね。当たり前のようにワクチン売りたいから。みんなこれ無視やろ。一発打てば病院30万円ぐらい入るんですよ。そう、もう完全にみんな賛同されとるからな。170万円で募集してるんですよ。そんなことがあっていいんですか。そうなん。1577人死んでると報告されてるだけで、2万人近くの方が重症化。悪い人多いな。でも集団ストーカー言うて、みんな助けてくれ。何万人もワクチンで被害を受けてるんですよ。その中に中学生とかも生まれてるんですよ。亡くなった方に、ね、当たり前のように嘘の報道。テレビに出てるお医者さん、マネージャーベースと検索して、テレビに出てるお医者さんの名前を入れてください。ミキさんならミキさんと入れてください。そしたら、マネージャーベースで、製薬会社
人の取引が。でもずっと上げてたら、もう大阪府庁にも書き込みあって、こういう人権侵害、そういうのがある。私らも何回も陳情行ってるし、他の人も行ってるしな、取引関係なんで、ちょっと周知は進んできたよな。当たり前のように、中立なんて無理ですよね。取引会社が世界中でやってもね、ヨーロッパでやっても結局一緒。だって何人か助けてくれるけど、やっぱ届けたりする。書いてないよ。評価されてないって書いてる。IAEA とかな、もっと上級機関がやってるっていうか。発症予防しか書いてないんです。重症化を防ぐって書いてないんです。ひどいわ。出ました？スマホで。まあまあ、このワクチンとか言うても会話になれへんから、まずこの。これフォローしてほやん。感染症被害者の人たちと。これだけやで被害上げてんの。他みんな証拠上げてへん。厚生労働省、2020年。他証拠上げてるやつおる。インフルエンザと。人のもらえない。どっか入ってんの被害者の会から。で発表されてる。いや、1回入ってんけど、そこから嫌がらせクラスだから。その前に PCR 検査では、インフルエンザ A、こっちはマス。クラミジア、マイコプラズマなどなどのウイルスも陽性になるそうです。ね、説明書に書いてありました。いろんな PCR の説明書でも、ちょっと怪しいな、でも。ね、この前、コーナーに PCR 検査のヒントを打ちました。もしよかったらフォローしてくださいよ。僕も活動してるんで。有名な足立シンク。足立シンク。さあ、あれ、あれさ、カメラ、あれ、ニコ生放送なんですあれ、押し方、ちょっと見てもらったら分かると思うんで、なんで他の壁がないんですか？あ、あの、おかしいやつですよね。動いてるのは前でこれ出していい？テレビは無料の国民のためではありません。無料の国民のためではありません。製薬会社やスポンサーのため、株主のためなんですよ。知ってください。僕たちは組織犯罪撲滅、集団捜査犯罪撲滅、警察の汚職など子供のいじめなどなどを訴えております。知ってください。目覚めよ日本党です。僕たちのリーダーは東京都知事選、名古屋市長選、八王子市議選に出ております。知ってください。組織犯罪がなくならない限り子供のいじめ絶対なくなりませんよ。子供が集団で一人の人間を追い詰める、学校で当たり前のように自殺に追い込む、ね、先生たちは見て見ぬふりするんです。子供たちが奪い取る、ね、いじめできますか、うん、いじめ今子供たちが生まれてすぐ差別しますか。全部大人を見てなんですよ。大人が集団で一人の人間を追い詰める、旭川のいじめ事件の加害者の子は罪の意識もなかった。そう相手の気持ちなんか全く考えてなかった。俺を無視するやつが戦争に言っていましたが、ネットではこの子たちの名前や住所をネットにさらして言論が通用せえへん社会のは戦争になるから。集団でいじめ倒してるんです、ね、子供なんです。子供は子やな、大人を見ていじめをするんですよ。生まれてすぐバイバイありがとう、私半日だからっていう赤ちゃんいますか。私、嫌かんだっていう赤ちゃんいますか。全部大人なんですよ。そう大人がそういうことをしなければ、子供のいじめ、差別はないんですよ。全部大人なんですよ。自分たちのことを棚に上げて、あいつは悪いと決めつけるんですよ、ね、今のウクライナの戦争でもそう。両方の意見聞いたわけじゃない、片一方の意見ね、あれも嘘、嘘ですよね。嘘そうなんですよ。もう両方の意見を聞かないと。もうネットではジャーナリストがどんどん報道してるんですよ。ウクライナ兵が民間人を虐殺してる映像とかどんどんネット流れてるんです。それはどういうことなんですか。そういうの日本、すいません、集団ストーカーって聞いたことあります？一個も流れないですよね。ロシアのことばっかり。そうなんです。日本はやってる側、CIA の子分みたいなもんなんです。CIA の言いなりなんです。CIA とはどういう組織ですか？ね、戦争で日本敗戦しました。原爆、大空襲、それは基地でしたか？
軍隊のある基地でしたか？全部民間人なんですよ。すいません、集団ストーカーっていう活動をいじめや詐欺をやめようやってるの、もしよかったらいいです。そんなことを言ってる人たちの言うことを信用できますか？イラク戦争、大量破壊兵器ありませんでした。シリアでは生物化学兵器なかったんですよ。すいません、集団ストーカーいう犯罪やめてもらっていいですか？動画撮ってる？動画撮ってる？動画撮ってる？撮ってる撮ってる。日本は同盟国として、うん、でもあかんわこれ。え？あかんわそんな。メンバーはそんなもので。だからそれちょっとまずに許可いるんで。許可いらんよ。見えませんよ。いるって。つやったらもう。仲間たちを殺された人は。俺抜けるで。イスラム国に入り、ここは詐欺師や言うでしょ。爆弾を持って。ここ詐欺師や言うで。それをテロって言うでしょ。それはだって顔を映されてやばい言うことおかしいやん。なんでライバシーがある。だって顔ともメガネしてもう分かれへんやん誰か。自分たちも戦わないといけない。そんな子供たちが出てきたんですよ。みんな顔出してるやん。そんなことで、そんな世の中にしたんですよ。このシリアの戦争でも、イラクの戦争でも、そして集まったのがイスラム国の人たちなんですよ。自分たちの家族や仲間、これから撃ってくる。動画撮ったらあかんのここ。自分ら撮ってるやん。被害者を映さないで、被害者を映さないで、ね、そんなんおかしいやん。なんであかんの、顔ほとんど映ってへんやん。いや、そうです。あっち向けてたら大丈夫。あっち向けてたら大丈夫。約束続けたんは、だってもう顔隠せたら顔隠しちゃええやん。勝手に取られんで、こんなところって。嫌がってると被害者やったら証拠出すよ。出さんと被害者もおかしいやん。これだけやん、証拠出してんの。帰ったらええの？帰ってください。え、もう一回言うて。あなたに言ってんの、帰ってください。帰ってください。うちの活動なんで、あなた関係ない人だから、ね、帰って。ああ、やっぱりそういう組織なんや。わかった。詐欺師やな、そんなの。だって証拠あげてへんやん、集団ストーカー。話しに来てんじゃないし、活動してんじゃない。 CIA とか関係ないことやってるやん。CIA とか関係ないやんけ。3時5時に来てくれや。ネペンさんが来たよ。ネペンさん、逮捕されたやろ。あなた君はいなくていいよ。逮捕されたけど不起訴やで。証拠あれへん。そんなこと言うたらあかんやん。誰かお前喋る人いないですか？あ、どうも。喋っていい？いや、お前ダメだって。お前もう帰れよ。お前なんでやねん。帰れって。なんで切れてんの？誰か、はいはい、誰か喋ってください。うわ、程度ある。お前が切れてんだろ、お前。お前こんなやつだよ、もともと。もともとこんなやつだって。お前が？もともと、うん、そうよ、そう。もともとこんなやつだよ。いや、ちょっと帰っていいよ。帰っていいよ。君は帰っていいから。帰っていいから。うわ、気持ち悪。気持ち悪、こいつ。気持ち悪。あなたの方が気持ち悪いですよ。気持ち悪。やっぱこの組織やばいやん。何今の。いや、もうそれは目的なんですよ。あかんの？目的だったら帰っていって。何落ちた俺。うわ、やっぱ CIA の敵やん。そしたらじゃあ俺 CIA 入るわ。そんなんやったらこいつら詐欺師や。こいつら詐欺師や。こいつら詐欺師。クソカルト、クソカルト。あいつら嘘ばっかりやわ。あいつらほんま頭おかしいで。あいつら詐欺師やで。 CIA に喧嘩売っとる。 CIA に喧嘩売っとるっていうことは CIA の方はまともやんけ。結果がそうやわ。今あいつらに帰れ言われてんけど、あの、いや取れへんけど、もう顔隠してるけど、こういう活動やってんねんね、ペンサ TV。 なりすまし詐欺ちゃうの、そんな。さっきも あんた逮捕されたよねとか言われてんけど、いや不起訴やから。悪っ。こいつら詐欺師やで。こいつら詐欺師。
や、集団ストーカーやっぱりやべえ、こんな、ほんまにこの言葉使わん方がいいな。これはやばい。すいません、こういう活動やってるんで、もしよかったら、あっこにやってるやつらみんな詐欺師、お前帰れ言われたから、関わらん方がええで。いやー、ひどいなー。